はい、どうも僕です。さあ、ということで今回もドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー続きからやっていきましょう。ということで今回は前回に引き続き最弱大魔王決定戦ということで、まあミルドラースが最弱だと僕は思っているので、ミルドラースを固定の敵としてどれだけの奴らに勝つことができるのか、まあ基本的に全員に負けるんじゃないかなと思っているんですけれども、まあ最強順にやってるんで、今回はまあ一応エルギオス、オルゴデミーラの2人にやってもらおうかなと考えております。ということで、とりあえず戦う相手はミルドラース固定ということで、まあ、前回はねドレアムさんとゾーバさんに戦ってもらったんですが、まあ圧倒的敗北をミルドラースさんはしたということで、まあ、正直そこは勝てなくて当然かなと思っているんだけど、まあ、ここら辺からは死んだったらなるべく勝ってほしいかなって思ってる。通常状態だったらまだ厳しいと思ってるけどね。ということで、まずは打天使エルギオスでやっていこうか。まあ、エルギオスはね、真になったら強いけど、通常状態だと、まあ、そこまで強くないイメージだから、まあまあまあ、そうは言っても大丈夫なんじゃないかなと思ってるけど、どうでしょう。生まれる。まあ、今回ね、ミルさんに勝ち目があるとすれば、お互い HP がそこまで高くないメンバーなんで、まあ、そこでなんとかなる可能性あるかなという、まあ、考え方もできるんですが、悪く言えば、まあ、完全上位互換と、ミルドラースの。もう攻撃力はミルさんの方が低いし、HP もミルさんの方が低いっていう、もう最悪の状態なんで、ちょっと厳しいか。うおー、まあまあまあ、でも、あ意外と、まあ、1100か。意外といけるか。怪しい瞳。ただ、大魔王は状態上なんないと思うから、ここでちょっともしかしたら、なんとかなり得るか？なり得るかもしれん。そしてデスタイル。あれ？意外とあるか？では HP 差がどうしてもやっぱ初動の、ま、とはいえ、ミルさんが先制攻撃するワンチャンあるかもしんないけど、ただ、状態上もちろん、お前ほんと、凍てつカードしすぎだって前回も言ったけど、何回鉄カードすんだよ。凍てつく波動しかしないもん、こいつ。舐めてるわ、ほんとに。戦いというものを。まあ、とりあえずね、HP 差はとても増えてしまったわけですけれども、まあ、こっからまた後半の伸びしろですね、があると思うんで、まあ、そこで伸びしろを見せてくれたら、また可能性あるのかなと、言ったところだけど、どれもは、これはどうだ？聞くか。さあ。あー、すっごい弱い。すっごい弱い。今までで一番最低火力かもしれん。そして怪しい瞳。まあ、ここはね、そうさっきも言ったけど、状態中にかからないから、多少は OK かなってところであるけど、ただ、火力がそれでも、さっきの攻撃、ドルボーアよりも高いという悲しみ。そして天使の断り最強技。あ、でも意外とだな。火力も、まあまあまあって感じ。ちょっとずつミルさんに近づいてってる感はあるね。まあそうは言っても圧倒的敗北今期してるんですけど、耐久がなぜかエルギオスある感じがすんな。まあとりあえず行くか。なんかエルギオスって火力ぶっぱなイメージだったけど、意外と耐性の方がある。まあシンターは別だろうけど、そしてドルモア。まあ、ドルモアはね、最弱攻撃だったから、なるべくしないでいただきたいんですが、残り HP もしかして一番余るかもしれん。まあ、そうは言っても2999だから、な、そう、綺麗な数字。綺麗な数字だけど、怪しい瞳、お前もお前でやりすぎだな、エルギオス。お前もお前だぞ、結構。なんか怪しい瞳、凍てつカードだと、お前も舐めっぷしてんな、ちょっと。まあ、ちょっとやっぱ、ミルさんかわいそうだからね、これ以上ちょっとやっちゃうと、拗ねて帰っちゃうかもしれんし、HP 的にも2200だから、ワンチャンあるか。あ、でも、頑張ればワンチャンあるか。次のターン、おそらくミルさんやられない。まあ、なんかすごい強い攻撃2連続でとかでやられたら、ちょっと厳しいけど、そうじゃなければ耐えられる。で、その後先制攻撃をミルさんがすればって感じか。ダー天使の怒りはやばい。ダー天使&天使の断りだったら死ぬ。あ、でも、ギリ耐えるか。ギリ耐えるね。マフーダー。さあ、これで、ちょっとずつ削っているエルギオスの方が圧倒的に格上だが、なんとか大ダメージも与えている。そしてあれあるのかあるのか、まさか意外と相性がいい。これだって次先制取った方勝ちじゃん。あれあるぞ。待てよ。まあ、そうは言っても、いや、先制2回取んないと足りない。お互いに、でもそれは。お互いに2回取んないといけないから。いやー、これはちょっと、なんか、すごい、なんとも言えない。あ、やばい。まずいですって。これはまさか、
うわ、いける、気合、気合の助けつけてやがる。ただ、いい手使うの、来たー来た、待って、あれあるぞ、すごく運がいい男、ミルドラース。でも、これで勝ってもって感じはするけど、さあ、これで、魔性の息。これは毒にかかんないか弱いが、ただもうこの際どうだっていい。698。そして、お前は、ま、来たか、来たーけど、ちょっとお前試行回数もう一回やっていい？この追い打ちをかけるような発言。ごめんな、ミルドラース。お前の力が本当なのか確認させてもらいます。ミルさん、あんた天才だ。天才だよ、あそこから。もう逆転勝ちしたのも素晴らしいと思う。ただね、ミルさん、あなたにはちょっと一個疑惑が今ついてまして、エルギオスさんを買収したんじゃないかっていう疑惑が出てるんですよね。なんでかって言いますと、凍てつかの場3回ほどエルギオスさん使っておりまして、対してミルさんはおそらく1回しか使っていないと。で、さらに、怪しい瞳をエルギオスさんは3回使っているという、この状況。これちょっとやってるんじゃないかなという。ちょっとやってるんじゃないか疑惑が今のところ出ておりまして、エルギオスさんをもしかしたらね、そんなことするとは思いませんけど、やってるんじゃないかなということで、一旦ね、再現性があるかを確認させていただきます。ちょっとドレアムさんの時はね、あなた最強なんだから、まぐれでも負けちゃダメでしょみたいな話をしていたんですが、まあ、ミルさんはそうはいきませんね。ミルさんはま、その最弱決定戦なんで、まあ、その、もしかしたらその運で勝つみたいなことはね、やっぱ同じ大魔王なんであり得ると思うんですが、やはりここ、確実に、ね、本当はどうなのかっていうところを見たいので、まあ、ここで勝ったら本当に再現性があるんで、まあ、わかるんですけれども、まあ、今見た感じ、とても今ミルさん危ない状況でして、ミルさん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 、あれさっきの一戦はどこに？ミルさん、再現性がなさすぎる。再現性がなさすぎるよ、ミルさん。いや、そんな、僕もあなたをいじめたくてこんなことをしているんじゃないです。ただね、やはり公正な判断をしなければならないので、ような、ちょっと怪しい動きをやはりエルギオスさんは、明らかに、わかりやすく怪しい動きをしていまして、あれちょっと買収されてるんじゃないかなと。もしかしてこれ、裏でお金が動いているんじゃないかなということで、まあ、もう一回やらせていただこうかなと思ったんですけれども、ちょっとエルギオスさんの気合がさっきと全く違いますね。まあ、だって、あんなことしたっけしてませんでしたよね。あれ？あ、まずいです。まずいですよ。あ、いいですか？どうやっと使ってくれた。まずいですよ。ミルドラースさん。このままじゃ、HP がもうなくなってしまう。4600も1400、あれ、さっきあんなに近かったのに、おかしい。再現性があまりにもなさすぎる。こんなに変わるもん。そんな運良かったんだ。すごいね、逆に。こんな変わるなんて。デステイル。ああ、やばいです。いや、そんな、僕だって別に、負けてほしくてこんなことしてるんじゃないんですよ。もう一回勝ったら本当だったんだなって。あ、エルギオスより上なんだってことで僕もちょっと考えを改め直そうかなって思ってたんですけど、ちょっと力の差が歴然すぎて、800、全然足りないよ。あと、怪しい瞳、ちょっと舐めぶし始めてる。エルギオスさんが、これぐらいだったらもういいかなみたいな感じで、そろそろやりますかって感じで、732。ウルトラチャンス初めて見たな、今の。ウルトラチャンス？何ウルトラチャンスって、パチンコ？なんか急に激アツみたいな、激発チャンス、ウルトラチャンス、なんだよウルトラチャンスって。死んだし、よ、もうダメだ、何もかもがおしまいだ、話がちげえよミルドラースさん。さて、今回こそお願いしますミルさん。いや、本当に申し訳ない。本当はね、別に、ミルさんを疑っていたわけではなかったんですけど、まあ、まあ、実際こういう結果になってしまいまして、まあ、ちょっと、まあ、死んで、だったら HP もそんな差もないですし、まあ、こっちで本当の勝負していただければなと、うん。まあ、さっきのはね、ウルトラチャンスって何？ウルトラチャンス結構引きずってんだけど、ウルトラチャンスって、初めて聞いたワードすぎて、ウルトラチャンス？ウルトラチャンス？ミルドラースさんの時だけじゃなくて、もうちょいなんか、今回のせいでちょっとね、あんまり聞けてなかったけど、もう一回聞きてえな、ウルトラチャンス。
ウルトラチャンスもう一回聞きたい。聞きたい。お願い。ウルトラチャンス来た。ウルトラチャンス。アタックチャンスと強な存在。ウルトラチャンス。ミルドラスさん。やばい、ミルドラスさんがウルトラチャンスされちゃってる。ウルトラチャンスってやられちゃうよ。ここいる吹雪。まずい。真の状態でもウルトラチャンスになるんだ。これ普通の状態だからかと思ってたけど、そしてダメージをすごいことになっている。イテツカードをしている。ウルトラチャンスの後のイテツカード、こっちがウルトラチャンスすぎるって。まだ1ダメージも受けてないっていう衝撃の事実。7100、やばすぎる。もう一回ウルトラチャンス見てえなー。打天使の怒り、これも強いんだよな。全部ありなんだよな。そう考えると、おたけびとかよりも、これなんだろう、ミルさんが耐性ないのか、エルギオスの眠りが強いのか、どっちなんだろう。デステール、2連続ウルトラチャンスやばすぎ。デストエール、さあこれなんだ。あー弱いね、非常に弱い。ダメだ、ウルトラチャンスのせいでこっちもこっちで再現性がない。それはそれで、まあどっちみち勝てると思うけど。そしてマヒャード、まあ、ウルトラチャンスもエルギオスの特権だもんな。眠らせるなんてこと、じゃあお前は眠らすことウルトラチャンスお前はできるんですかってミルドラスに聞いたら多分できないもんな。そう考えるとまあしょうがないみたいなとこもあるけど。さあそしてイテツカード、まあここはお互い様と。失われていく。でこれで全ての効果を消し去った。まあそうね、ちょっと HP 差が大きいけど、雷撃弾。ただ真だから火力がやっぱ高いんじゃないか。ちょっと全然ダメージ見てなかったけど、あ強いね、エルギオスよ強い。マダンテ、いやーエルギオスと言ったらマダンテだよな。やっぱりこれ MP なくならないのずるいよな。エルギオスおかしいよな、マダンテ使ってんのに MP 全然枯れてないっていう。マダンテもしかしてなんかエルギオスさ、ゲーム中1回しか使えないみたいなやつあんのかな。言ってたってエルギオスって魔法使ってないよね多分。え、全然そんなことなかったわ。全然そんなこと、いつの間にお前は魔法の性質を使ったんだ。いつの間にお前はエルフの飲み薬を使ったんだ。 MP 全回復アイテム、そして HP が1258からもさらに止まらねえ。ウルトラチャンスチャーンス、怪しい瞳というウルトラチャンスチャンス、アタックチャンス。どうよ、ウルトラチャンスか。さすがにノットウルトラチャンス。イテツカード、ウルトラチャンスやばい、めっちゃ好きなんだけど。ウルトラチャンス、ウルトラチャンス見たことある人少ない説僕落ちたいんだけど。ウルトラチャンスってそんなボイスがあったんですかって多分今驚愕してるよ多分。デステイル、これで弱いですね。もうこれウルトラチャンス絶対見れないもんな。 HP 足りないからもうちょっと HP 増やしてくれよミルドラース。ウルトラチャンス見たいからさ。マヒャド、さあこれでまあ正直ダメージ量は足りない気がする。まあこっちが2連続外しもしくは1回外していて使うとかしない限りはもうこれは勝ちか。あー怒ってる怒ってる、ウルトラチャンスさせろやってブチ切れてるエルギオスさんが。うわーさっきのあの奇跡の勝利は一体何だったんだ。文字通り本当の奇跡だったんだな。あれは再現性ないのであれはなしとします。いやーどうしようかな。ちょっとエルギオスに時間めっちゃ使っちゃったんで今回ここで終わりにしようかな。ちょっとね、真の力を解放した大魔王、大魔王が倒しました。ウルトラチャンスで倒しました。ちょウルトラチャンスめっちゃハマっちゃったし、そしてエルギオスがなんか一回謎の敗北を期したせいで時間結構かかったんで、ちょ今回はここで終わって、次回本来やる予定だったオルゴとあと指導あたりに戦ってもらおうかな。ちょっと今回時間めちゃめちゃ長くなっちゃったんで、じゃあ次回こそミルドラスさん本当の勝利頼みますよ。